その夜のステージで彼はさらに燃えました。場内の興奮がピークに達した時、彼はボディーガードの制止を振り切って客席に飛び降りました。そしてライト側のフェンスまで走りました。体中で何かを表現しようとしているかのようでした。Thank you.